こんにちは、楽天証券経済研究所客員研究員の山崎はじめです。今回は、お金と時間との関係についてお話ししたいと思います。お金と時間、ちょっと抽象的な話に、思えるかもしれませんが、なかなか大事な、話ではないかと自分では思っています。でお金と時間ということで言いますと、時は金なりということわざが大変有名かと思います。時間は、お金のように、大切なものなので、無駄にしてはいけない、一般的にはそういう、意味合いで、捉えられていることわざのように思います。これはいろいろあることわざの中で、大変いいことわざというか、ある意味ではこう実用性のある、ことわざだというふうに私は思っています。で、それはどういうことかというと、時間の値段というものを考えると、時間を有効に使うことができる、あるいはこう経済的な意思決定を合理的にすることができるということが言えるからです。で、それは例えば、仮に会社から30分のところに住んでいる人が、会社から1時間かかるところに引っ越すというようなケースを考えています。片道通勤時間が30分伸びるわけで、往復で1日1時間、通勤1日あたり1時間の差が生じるということです。例えば月に20日間出社するとすると、これは20時間で、仮にじゃあこの1時間あたりの時間の値段というものを考えていますが、仮にこの人の時間の値段が1時間5000円であるというふうに考えてみた場合に、20時間という時間のコストは1月あたり10万円ということになります。単純に家賃ということだけで考えるのであれば、1時間かかる場所に引っ越す、通勤が30分伸びるということのコストは10万円ですから、家賃が10万円以上安くなければその引っ越しは割に合わないということが言えます。1時間5000円というのは、例えば年収が1000万円の人が、年間に250日出社するとして、で1日あたり8時間働くとすると、時給が5000円というぐらいの計算です。もちろんこの時給で自分の時間の値段を計算するのがいいのかどうかという問題ももちろんあります。で、例えばこう企業は、その人に払っている給料よりも、その人が、こう働くことによってこうより大きな、こう価値を得ているのでなければ成立しないわけですから、もしかすると、その時給で自分の時間の値段を考えるというのは、ビジネスパーソンとしてはちょっと、志が低いかもしれないと。ただ例えば、1時間あたり、5000円なんだというふうに時間の値段ということを意識すると、例えば1500円の本を買ってそれを読むというコストを考えた時に、もちろん本の値段の1500円はコストなんですけれども、その他に仮に2時間かかって読むとすると、2時間 ×5000 円で1万円、1万1500円のトータルコストがかかるんだというふうに考えなければならないということが言えます。これ映画を見るみたいなことでも一緒ですし、あるいはもっと大きな単位で考えるとして、1年間会社を休んで例えば大学院にでも行こうというようなことを考えた時に、大学院の学費のほかに、その1年間もしかすると稼ぐことができた、働いていれば稼ぐことができた、そういう金額をコストとして考えなければいけないということになります。もちろんこう意思決定にはいろんな要素がありまして、その通勤時間の問題でも、その通勤のストレスというようなこともあるでしょうし、疲労というような要素もあるでしょうし、逆にその1時間、遠い場所に行くことによって、住環境、環境が良くなるんだというような、こう要素もあるかと思います。もちろんその、大学院と働くことと比較する場合にも、
1年間余計に働いていれば仕事に習熟するというようなこともあるだろうし、あるいはそんな大学院に行くことの価値というのが、まあ、単純に、まあ、その仕事に生きるからということだけではないということも、あるかと思います。まあ、ただ、まあ、その時間というものに関して、その自分の時間の値段ということを、まあ、考えると、まあ、この時間を何に使うのがいいのかということを、まあ、考える上で、有力な手がかりになるということです。では時間とお金との関係ということで、まあ、投資家にとっての時間、投資にとっての時間ということを、まあ、ちょっと考えてみたいと思います。まあ、大きく3つの意味があると思います。まずその第1の意味は、そもそもその投資ということがこうお金を経済活動に、まあ、資本として提供して、まあ、例えば企業の株式の形で、まあ、その資本を提供することによって、まあ、生産活動に参加して、でそこで得られた収益の、まあ、分配を受けるという、行為なわけです。だからまあお金が、まあ、働いていると、働いて稼ぐということが、まあ、その投資の本質なわけですけれども、やはりまあその働くということのためには、時間が必要だということですね。ですからまあこの時間、その時間をこうリスクを取って資本を提供する、まあその行為がまあ投資なので、投資でリターンを得るためには時間が必要だと、まあ、時間こそが大きな資源なんだと、まあその投資家にとってはそういうことが言えるわけです。まあ、もう一つその時間というのはこう投資の効率、あるいはこう資金運用の効率を図るためのまあ基準になるということですね。まあ、そもそもその利回りというものがこう1年あたりにまあどれだけ経済価値を増やしたかというような、まあそういう計算で比較されるわけですから、例えば金融商品 A と金融商品 B と比較するときに、この共通の時間の中でどちらがより効率よく稼ぐことができるか、より高いリターンであるか、あるいはより小さなリスクでリターンを得ることができるかというような比較をしなければいけないという、まあ、そもそもその投資の効率、あるいはその投資の選択肢を比較する上での基準を提供するものが時間だということが言えます。で、まあ、もちろんその時間は、まあ、そういうもので、まあ、その投資家は時間があるがゆえに、大きなリターンを期待することができるわけですけれども、逆にその時間があるということは、それだけ、こう不確実なことが起こるわけですね。ですからより長い、時間を、まあ、投資に、費やすということは、その時間の間に、こう不確実なこと、不都合なことが、起こる、まあ、そういうリスクも、時間とともに、大きくなっていくということです。ですから、まあ、こう投資家にとってこう都合のいいことだけを言うと、できるだけ、こう短い時間の間、不確実性がこう入り込まない時間の間に、大きなリターンを稼ぐことができると、まあ、そういう状態の方が、まあ、もちろんその利回りとしてもいいし、リスクが小さいという面でもいいという点で、まあ、その時間はこうリスクをもたらす、まあ、源泉でもあるんだという面があります。ですからこう投資をすると、まあ、必ず儲かるんだというような都合のいいことが言えるわけではなくって、その時間とともに発生する、時間とともに拡大するリスクと、しかし時間とともにこうより大きく期待できるはずの期待リターンと、まあ、その関係を考えて有利だというふうに思う人が、自分の取ることができるリスクの範囲内で、まあ、自分のお金をこう時間をかけて、まあ、資本として提供すると、まあ、リスクにさらすという行為を行うのが、まあ、投資だということです。まあ、そういう形で、まあ、有効に時間を使いで、まあ、なるべく、こうお金を大きくしていくということなんですけれども、まあ、その最初に、まあ、申し上げた、こう時は金なり、まあ時間は、お金のように大切だという、まあ、話なんですけれども、まあ、確かにその時間は大切なんですが、これよく考えると、お金よりも時間の方が大切なんではないかというふうに、思います。
例えば大きなお金があっても、そのお金を使える時間、例えば自分が幸せを感じることができるための時間というものがなければ、お金を有効に使うことができないということが言えるかと思います。そういう意味では、お金を有効に使って時間を買うというようなことが各種できるわけでありまして、本当はその人間にとって一番本質的なのは、その自分の時間ということではないのかなと。だから本当はその自分の時間というものを基準にして、いろんな意思決定をするといいのかなというふうに思うんですが、そうは言っても、この時間をこうお金に一旦換算してみるということで、それを価値として実感しやすくなりますし、その時間をどのように使うのかということの比較がしやすくなるという面があるのかなと。からこう自分の時間を有効に生かすために、まさにお金を使うということもありますし、そのお金という考え方を時間を有効に生かすために使うというような考え方もあると、有効であるという意味で、お金と時間との関係はなかなか深いものがあるなと。お金をこう道具として自分の時間のために上手に使うことができるといいのかなと、そんなふうに思います。どうもありがとうございました。